日ごとの糧、2022年7月2日。明けぼのの翼を買って、海の彼方に行き着こうとも、あなたはそこにもいますし、御手をもって私を導き、右の御手をもって私を捉えてくださる。詩編百139編9節10節私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいる。マタイによる福音書。 二十八章二十節。神様が共にいてくださるという約束は私たちへの大きな安心につながります。しかも、イエス様は世の終わりまでいつも共にいてくださると約束してくださいました。どこにいても、どこに行っても神様の手はそこに届いているという支援の言葉がありますね。私がもう50年以上前になるんですけれど、 オーストラリアに留学する前日でしたね当時大阪に住んでいた知り合いのオーストラリア人の宣教師の方が電話をくれてまあ私の小さい時からの知り合いだったんですけども「和夫ちゃんを日本で愛してくれたイエス様はオーストラリアに行っても一緒にいてくださるから安心して行ってらっしゃい」という、まあ、電話をくれたんですよねそして本当にそうだなということを私はオーストラリアにいる3年間の間実感いたしました まあ嬉しい時でも、そうでない時でも、神様が共にいてくださるということを信頼できると、どこかに、きっと大丈夫という、ね、そしてあの、絶望しなくてよいという空気がこう入り込んでくるわけですね。それは生きていく上でとても大きな助けになる。で、こういう聖書の言葉が飾り文句としてではなくて、本当にこう実感として、 味わうことができればなと思う次第です。今日ぜひぜひこの言葉をですね、ゆっくり自分の心に神様が語りかけてくださっている言葉として何回か読み直していただけたらいいかなと思うんですよね。化け物の,の翼を飼って海の彼方に行き着こうともあなたはそこにもいますし、見手を持って私を導き、右の見手を持って私を捉えてくださる。私は世の終わりまでいつも あなた方と共にいる。この新約聖書の言葉をイエス様が弟子たちに語った言葉なんですけどねあなたに語られている言葉でもあると思います。良い一日にに。なりますように